今日はですね、プルーム X 用のスティックをご紹介したいと思います。メビウスブラックコールドメンソール、こちらまだ発売前の商品ですね。で、11月21日発売予定、値段は500円ですね。こちらのサンプルを入手しましたんで、早速試してみたいと思います。商品の内容はですね、強烈な冷涼感とクリアな吸いごたえが最後まで続く極冷メンソール、天然メンソール 100% に加え、メンソールフィルターを採用し、さらにフィルター表面に冷感コーティングを施すことで、持続する強さと冷たさを楽しめますと。こちらがメーカーさんの紹介、そのまま読んだだけですけどね。こんな商品になります。はい、こちらが、メビウスブラックコールドメンソールですね。早速開けてみたいと思います。やはり先ほどの説明を読んでもですね、とにかくメンソールが強いスティックということがわかりますね。で、やはり気になる部分はこのフィルター部分にもメンソールが加えられていて、しかもさらにこの、まあ、口に当たる部分ですね、紙の部分と言っていいんでしょうか、外側にも冷感コーティングを施してあるということでですね、もう本当にひんやり感を楽しむメンソールということでですね、まあこんな今寒くなっていた時期にですね、本当にぴったりの商品を出してきたなと、そんな気がしますね。もう本当に外も寒いし、プルーム X も冷たいのを楽しむと、それもなかなかいいんじゃないでしょうか。では早速ですね、吸ってみたいと思います。あ、これやっぱり一口目でちょっと違いが分かりますね。そのフィルター部分にメンソールが加えられてるっていうのもあるかもしれないですけども、ちょっとやっぱり、ミントっぽい味が一口目にしますね。これはかなり強いメンソールです。なかなかの刺激ですね。これあのプルーム X では過去最高レベルのメンソールの刺激と言っていいんじゃないでしょうか。これだんだん吸っていくとですね、最初にちょっと感じたミントっぽい香りより、やはりメンソールがかなり強いんで、この刺激の方ですね、香りより刺激が強くなって感じますね。で、舌にも刺激を感じますし、メンソール独特の苦味もありますよね。アイコスイルマのマテリアのブラック系とかですと、このメンソールの苦味って、結構感じると思うんですけど、アイコスともいい勝負かもしれないですね。非常に刺激が強いし、苦味も悪くないし、で、味的にも負けてないですね。アイコス、イルマ、テリアともいい勝負ですね。で、このメンソールの刺激的にはもうアイコス、グロー、プルーム X の中で一番強い刺激かもしれないです。加熱タバコの中で一番強いメンソールと言ってもいいかもしれないですね。で、味もいいです。これは私は満足のスティックですね。ということでですね、本日はプルーム X 用スティックメビウスブラックコールドメンソール、11月21日発売の商品です。メンソール好き、メンソールの刺激を求めている方だったら、ぜひ一回お試しいただきたいと思います。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。